はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回は、機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクですね。こちらをやっていきたいと思います。まあ、ミッシングリンクはね、発売して、まだそこまで年数が経っていないものなので、まあ、あの自分の動画にもアップされていたりはしますけど、まあ、内容はもうほとんど覚えてないです。ただね、あんまり面白くなかったなっていう記憶しかないんで、そう、面白かったら多分ね覚えてると思うんですけど、なんかねあんまり面白くなかったなっていう感じがするのと、あとは、確かこれってさ、なんか最終的にユニコーンの時代までなんか話が伸びなかったでしたっけ。まあ、0079だけの話で終わるのかちょっとわかんないんですけれども、まあ、とりあえずやっていきましょう。ステージ1、霊属する亡霊ども、じゃあステージスタートと。宇宙世紀0079、1月3日、スペースコロニー国家ジオン公国はスペースノイドの独立をかけて地球連邦政府に対して宣戦布告した。後に言う一年戦争の始まりだ。戦場では若くて気のいい奴から先に死んでいく。俺はそのどちらでもない。おかげでしぶとく生き残ってる。俺の名はトラビス・カークランド。地球連邦軍二丸機械化混成部隊の隊長を務めている。通称フィクサーだ。宇宙世紀0079、10月4日、ザビ家の末っ子ガルマ・ザビが戦死した。ジオンの実権を握るザビ家で初の戦死者だ。親御さんにはお気の毒だが、ガルマが死んだせいでジオンの士気はぐんと上がった。長兄の議連が仇討ちだの正義の戦いだのと煽ったせいだろう。盛り上がったジオンは次々と新型モビルスーツを投入してくる。おかげで連邦軍はてんてこまいだ。特艦工事にしちゃなかなかのモビルスーツをでっち上げたが、肝心のパイロットがどうにもならねえ。実戦経験を積ませようにも育つ前に次々死んじまう。そんなわけで俺たちにもお鉢が回ってきた。上も期待しちゃいないだろうが、ここらで花を明かしてやるってのも面白い。やるときゃやるのが俺の性分だ。実は俺たち二丸機械化混成部隊ってのは表の顔、裏の顔は訳あり任務を担当するトリプル A 機密の特殊部隊スレイブレイス、通称レイス。無駄飯ぐらいと陰口を叩かれるろくでもない連中の寄せ集め部隊だ。戦争狂に味方殺し、スパイにハッカーと何でもありだ。死罪を免れるため俺たちはグレイブってやつと取引をした。そう、悪魔に魂を売って亡霊になったのさ。霊属するスレイブレイスども、あれこいつが基本的なオペレーターだったっけ。もう誰がどんなやつだったか全然覚えてねえな。こいつもね、なんか確かね訳ありだったんだよね。まあ、後で動画でも見返してみれば多分わかるんだろうけどあんまり見る気しねえな。メディアで後方待機。モビルスーツの実践テストか。
各員適当によろしく。適当了解って。あ、切り裂きリッパーね。あれでも切り裂きリッパーで結構強かった気がするんだけど。敵の殲滅、基地の防衛。ボーマーね、そういたな。まもなく降下地点。おお、戦車が入れられていく。ジオンの一つ目か。ダメだ、交代する。おお、この時にしてはなかなかいい感じのモビルスーツに乗ってるね。グレイブからの任務。全然わからん。え、防衛すりゃいいってこと？61式戦車が一機も破壊されずにザク2を全て撃破。そうか、これ動かせないよね、多分動かせないなーってことは、もう先にどん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 行かなきゃダメか。いや待ってよ、まずは、いやそうか、まずはこいつを、すっげえ機動力あんな、この時代のモビルスーツにしては。機動力6か、すごいね。ムードメーカー命中率プラス5、大体機動力5だからね。じゃあビームライフル、いや待ってよ、ロケットランチャーっていうのもありだな。 70% か。それじゃあ行くぜ、悪く思うなよ。よし、食らったー。で、こいつは移動力5だよな、やっぱり。で、倒すと。物足りないと思ってたところだ。少しは楽しませてくれよ。で、一応全員式の範囲内には入ろう。こいつはちょっと重装だな。さて、花火を打ち上げる下準備といきますか。よし、 OK。 まあ、ここら辺は基本的には当てていくのがベストだよな。かわされるとね、だいぶ先の戦略が狂うんで。あ、そうか、こいつ動けるんだ。4200か。とったらロケットランチャークラスの攻撃を当てていく必要があるね。5100OK。 で、マシンガン撃っていくか。殺される前に殺すのは当然だ。あ、でもこのジムって陸ジムなんだ。そろそろ終わりにしてくれるわ。まだか。しかしジムのマシンガンの方が強いな。いいよ、余計なことしなくて。マジでさ、よくかわした。倒したんだけど。まあ、別にね、ここは経験値を稼ぐとか、いやいやいや、チャンスステップとかいいから、本当に。
か、3700。3700とさ、2発食らったら死ぬじゃん。おお、こっちに来た、よかったよかった。うわー、これかわせないと無理だな。かわした。完全に運ゲーだよねこれ、ほんとに。じゃあここで支援入れとくか。ロケットランチャーどっちかが当たれば大丈夫だから OK。 でもう大丈夫だな。じゃあ最後は、えっ、このジムさ、ビームライフル持ってんの？ジムじゃねえし、それがこいつ。早くないか、ビームライフル持つのが。だって普通の機体だとさ、出力が高くてビームライフル持てないっていう話だもんね。おらおら、いいね。あらかた片付けたなって。あらかたなの？血の毛が多いね、リッパーは。協力を感謝する。おお、囲まれた。なるほど、こういうなんかやましい基地だったんだね。やっちまった。スレイブレイス、連邦を蝕む寄生虫を駆除する特殊部隊。ジオンとつるんでたんだ。何のことだ、証拠はあんのか。証拠は確かに、証拠がなかったら基地なんて攻撃しねえよな。なるほどな。完全にさ、時代劇の悪役だよね。出会え出会え。お前らはこの場で叩き切る。スケさん、カクさん、やっておしまいなさい。やって別に戦闘用じゃないしね。
え？また戦闘続くの？普通になんかイベントでさ倒してくれよ。とりあえず61式戦車が相手なら大丈夫なのかな。あーザクがいるんだな。そういえばとはいえやっぱりみんなで倒した方がいいから、シーンでもまあ大丈夫でしょう。ここで様子を見つつ回避されたダメだった。これはもう絶対大丈夫。3780の4200で、こいつはもうチャンスステップがないっけ。なんかでチャンスステップ見れるってなんか言ってたんだけど忘れちゃったな。結構かわされるね。戦車ちっこいからか。こいつビームサーベル2だな。ファイターか。切り裂き立法だからファイターなのかな。接近戦は俺に任せろっていうファイターだね。ビームサーベルのね射程が2になるのっていうのはめちゃくちゃでかいんだよね。やっぱりてか見てはどうすんのどうすりゃいいのこのミディア。挟まれて終わりなんだけどこれあ反撃できないでしょ。いやいくらヒットポイントが高いとはいえ所詮ミディアだからね。あのジムちょっとヤバくねえか。いくらなんでもさ数が違いすぎるでしょう。でこいつはあ回復はするよね。どうする、まあ、まずはやっぱ戦車を勝たさないといけないから片付けられるやつから勝たしていこう。で届かないか。100ミリマシンガンでよし。超強気になってさビームサーベル一発で倒せっかな。そうなってくれれば楽なんだけどな。6048ギリギリだな。いやでもこれはでかい。よしこれで左側の戦車は倒した。てか倒してねえしエネルギーがねえマジかよ。あの戦車をじゃあちょっと一回おびき寄せて。しょうがない攻撃しよう対空機銃的なやつで。これで次あいつ一発で倒せるでしょ。回避しとかないとな。せっかく超一撃になったところ、ミディアは完全におとりだな。おお。ミディアなんてさ数発食らったら落ちそうだよねそれなりに人々あるけどさ。ビームライフルを当てて、でモビルスーツはもう一旦おびき寄せよう。いいねビームサーベルがさこうやって射程にあると。この戦車を勝たして、16、まあ、こいつは結構エネルギーあるね。うわ回避された。しょうがない、ビームサーベル撃つか。よし、あとは下のザクだけ。ミディアはとりあえずここら辺に置いとくと。一応撃ってくるんだ。やばいやばいやばい。
8600はさすがに無理だろうな。ミディア耐久比重で3000当たってくれれば大丈夫なはずだ。6100だもんね。スレイムレース移動力6あるっていうのがいいな。使える。さてそっからのロケットランチャーが一番強いのか。エネルギーの消耗も結構激しいけど、じゃあ最後はこいつに任せるか。切り裂きジャック。手柄はどうでもいい、戦えればな。ジムにしては突進力があるな。ようやく前半戦が終わったか。貴様らはここで粛清されるのだよ。顔が怪しい。これって基地にさ勤務していた人たち全員やれちゃったのかな。俺たちの正体はスレイブレイスと呼ばれている。ある時は軍内部に救う犯罪者たちを始末し、またある時はまともな奴がぶるって逃げ出す危険な任務を遂行する。そしてこんな危ない橋を渡るのはすでに傷持つ連中ばかりだ。上官殺しのリッパー、ちょっと荒削りだが格闘戦のセンスは抜群だ。味方殺しのハイヤー、あらゆる乗り物を乗りこなすエキスパートだ。爆弾魔のボマー、爆発物のエキスパートで、その爆発は芸術的。ハッカーのダイバー、書類の偽造やハッキングのエキスパート、部隊の情報収集や、そしてスパイのこの俺、フィクサー、この部隊の隊長を務める。本来なら皆臭い飯を食っているか死刑のはずだが、こうして戦場をかけている。それはある日俺たちの罪を帳消しにしてくれる人物が現れたからだ。グレイブって連邦軍高官がな。以来俺たちはグレイブの意のままに動く暗殺者になったのさ。火薬は南米さんに限るなって。そうなの、ね、そこまでは知らんよ。グレイブの息のかかったやつらか。まあでもグレイブがね偉くなればこいつらも動きやすくはなるんじゃん。新型のモビルスーツを優先して回してくれればって。
知りすぎるとやられるからね。こいつらの資金繰りはいいのかな。まあ、危険な仕事ってやっぱりそれなりの報酬が出るからね。でも犯罪者たちだからね、どうなんだろう。低賃金で危険な仕事をやらされるっていう、そういう可能性もあるからな。中央アジアゴビ砂漠、戦車が一気にやられた。お、これはイフリートじゃないか。マルコシアスタイ。これ何の機体だっけ？青いけど。シリアの部隊だったっけ、こいつら。D は軍曹か。ぶっ飛ばしてやるって、モビルスーツでぶん投げればいいじゃん。こいつは出世欲があるね。なるほど、下からね一気に上り詰めてくるのは怖いからね。マルコシアス隊の次なる作戦、運搬計画を阻止、モビルスーツの。木馬が各地に出現してさ、そんないっぱい出現はしてないでしょ。木馬への新型モビルスーツ輸送計画。モビルスーツ戦やったことないんだ。あ、そうか、連邦にそもそもモビルスーツがないもんね今。ああ、三部隊か。
働き損って言ってもさ、別にさゼロってわけじゃないでしょ。連邦のモビルスーツ、ウルフガー隊、まあ一応こういうところでね、ちょっと絡めてきては見てるみたいだけど、反応あり。一回も喋んなかったやつがやられたんだけどそして誰も何にも言わない、なんとかーみたいなかわいそすぎる。砂漠で戦車って動けるもんなの？ガンタンクとかさ、タンクの化け物。戦車の化け物じゃないか足を止めるな。おお、なんだかんだで一列になったな。あれはやばいぜ。いけ、あれ何ザク、マジでザクだよね、形からして。ここで出撃か。とりあえず相手は戦車だからね、宇宙用のモビルスーツが多分いっぱいいると思うけど変えてる暇ないんで、まあ、ステージ1はね別にそんなに強い敵とかはいないと思うから、めんどくさいしこのままやっちゃいましょう。ガンタンクを全て撃破。ヴィンセントは最後のガンタンクを撃破できるか。まあ、ガンタンクを1体残しとけばいいっていう話ね。まあさっさと行った方がいいかな。ここはどうだ、戦車の化け物っていう形じゃないぞこいつは戦車どころの騒ぎじゃないからね。ハロメガビーム、全く経験値が入らんな。帰ろうザンジバル。どうしようかな、ギリザムか。おなんかちゃんと地に足がついてる感じだね。どうしようかな、こっちもう一旦ここで待機してよ。これ何、陸戦高機動型ザク、まあ要は高機動なザクだねそのまんまだけどさ、だから普通のザクよりは素早いと、そういう新型機が回ってきたんだね。さすがに射程長いな。機動力では負けないはずだ。よいしょっと、うわ全然進めない。基本的にね戦艦はね汎用戦艦より地上用とか宇宙用とかの方がいいんだよね。
結局ね、移動力が下がっちゃうんですよね。地形適応がね、ちょっと悪くて。よしよしよし、どんどんレベル上がっていく。幸運で、ヴィンセントはちょっと出さないといけないから、マシンガンで。よし、やってやるぜ。やってやるぜで、動かせる状態にしとこう。まあ最後のガンタンクを倒せばいいわけだから。ブラレロとか絶対出れないよね。グレートジューブとか出れんの？あ、出れるわ。ジーベアングリフってどんなやつだったっけ。こんな戦い誰も望んでいないのに。ターン X みたいだな。ここで決める。我が世の春だじゃん。戦車相手にかわいそうすぎだろこの戦車。エネルギーを上げていくか。エリスクロード、なんか最近あんま使ってる記憶がないな。まっ、ガンタンク倒すか。拡散メガ粒子炎が攻撃力自体は高いね。対大型か。こいつ結構対大型なんだな。しまった、真ん中の戦車残しとけよかった。上のガンタンクを取っておくか。そうするとよいしょ。あとこの戦車だな。ビグランド絶対出れない。あとはジオンも出ないよね。そうするとやっぱりジョニーライデンだな。いやー、やっぱりジョニーライデンはね、かっこいいからいいよね。弱いけどさ。ちくしょう、やっぱり攻撃力アップつけるか。ちょっとお金もね、溜まってきたからね。あとはマスターピースレイヤー。マスターピースレイヤーもね、人はかっこいいんだけど、所詮はね、ジムだからね、乗ってんの。いい機体を回してあげないと。試作のガンダムとかね。とりあえずこのターンもこれでいいかな。うわ、射程長。しかも4900とか、すんげえ食らうな。これがガンタンクの攻撃力なのか。射程いくつ ?6 から9か。とりあえず下のガンタンクは倒したい。みんなでかかれば怖くない。おりゃ、まあ、戦車は別に取っておいてもいいでしょう。マスターピースレイヤー、ようやく2レベルか。で、ガンタンクといえどもね、一発じゃ多分倒せないから、グレートジュングだと倒しちゃう恐れがあるから、一回セーブをして、誰かで突っつく必要があるな。そもそもヴィンセントで当たるのかっていう、射程的に。でも高機動型ザクだから詰められる気がするんだよな。っていうか普通に戦艦で当たるわ。当たねえわ。こっちだ。5500。でまた微妙な数字だ。対空とかね。3900か。いけんな。
ジャイアントバズーカでいこう。ここはの前の敵を確実に倒す。バズーカ系は攻撃力が高い。やっぱりよし、やった。タンクもどきは片付いてるだな。戦車が残ってるけどね。上空から急接近。大海では、そして陸戦型ジム。人型。壊す。陸戦ジムが勲章ものか。なかなかやる。だが接近戦ならどうだ。ビームの剣だと。すごいね、コックピットだけを貫いたよ。的確にやられたか、セベロン。聞け、お前たち。さらにアンノーンが出てくる。でも飛行機だった。別にいいかな。ジェットコアブースターか。ちょっと一回下がろう。ヒット面とか減ってるからな。うわ、あれゲルググって地上 C か。そうだよな、ジョニーライデンがなんか地上で活躍してる姿とかあんま想像つかねえからな。やるな。入るか、入らない。出すか、誰を。ビグザム大型ミサイル。さあそこからこのジェットコアブスターをメガジュストで倒す。金融には経験値になってもらおう。いいねー、5レベル。ビグザムって何レベルまで上げればいいんだっけ。こういうのって見れる、開発プラン見れるね。とりあえず6でビグザムをもう一回作る。それともジャムルフィン作る。ジャムルフィンってなんだっけ、ダブルゼータ出てきたやつだっけ。ビグロとかなんだかんだで生産登録はしてないのか。そうだな、大型メガディスト。じゃあちょっと量産型ビルザムはもういいや、帰ろう。進めない、全然進めない。かといってな、戦艦をそんないっぱい買う余裕もないからな。地上適正 A で6マス進める戦艦が欲しいな。
ミサイルも入らないか。となるとグループ攻撃こっちだな。これを1体でなんとかしよう。よし、 OK、 レベル上がってくれ。いいね、ブライトさん、ジョニーライデン。そうか、攻撃力やっぱりちょっと弱いのか。ブルーディスティニー、キャラクターのねレベルをね上げていきたいんだよね、やっぱり。で、出撃できる人はもういねえのかここのチームは。長距離ビームナイフって言うほど長距離じゃないからな、そもそも。よし、でどうすっかね。ゲートジオングパワードジムとかね、それ全然レベル上げてねえな。ネクス出すか。戦士一発で倒せるかな。優先式大型ビット、ビット系は何気に強いからな。ここらで幕引きと行こうじゃないか。何？今回別にさ、そのニュータイプ専用とかじゃないからさ、多分ニュータイプじゃなくてもファンネルとか使えると思うんだよね。で、そうすると逆にインコムもさ、スキル使う経験値ブースト覚醒値が高い方がいいのか。よし、レベルアップ。ってかさ、一気に3レベルになったな。さすがだな、経験値ブースト。ミディアは何も積んでないっしょ。積んでる、戦車積んでんな。戦車は加入した方がいいかな。だったら。さ、ビットでどれくらい当たる？まあ、それなりだな。ジョニー・ライデンのな、機動力が少なすぎるからな。とりあえず倒して、マスターピースレイヤーもうちょっとレベルを上げたい。4200は大丈夫だね。で、ミディアの戦車をどうするかだな。ミディアの戦車を捕獲するんだったらこのジムをね取っとかないといけないんだよね。あとミディアに近づかないといけないから、とりあえずサイコハロー出そう。オッケーで回避して、これも回避して、で出てくるっしょ。ま、61式戦車も3機売れば1万円くらいにはなるかな。ハロビットピンポイント。諦めろ、これで終わりだ。めっちゃ黒い。なんか一個だけ大爆発を起こすのか。バカな。超強えな。よーし。で、サルベージしよう。いやー、いいねサルベージはやっぱり。さて、ここから誰を出そうかな。ギャン・エイ・オース、最後だけ出てくるみたいな。おー、レベルアップ。
敵は片付いた。ざまみろざまみろですね、ざまみろお前一気も倒してねえだろ。そういう舞台なの。そうなんだ、喜ぶべきことなんだ。でもさ、モビルスーツが減るとさ、作戦行動に支障が出ない？うん、そうだよね。まあそこは隊長がうまく引っ張ってってくれれば。エドワード、アイフィールド別にな、まだあんまり使わないからな、みんなビーム兵器使ってこないからね。ギャン毒か、ギャンかい、毒で何ができるからな。ブッチブチ3になってるけど、あー普通のアレックスが作れるんだ。クリスチーナがでも生産登録されるんだね。4とか5ってなんだろうな、気になるからな、やっぱり見たいもんね。まあ、ジョニーライデンはちょっとジョニーライデンで頑張ってもらうとして、こいつどうしようかな、ビグラング、ビグルフとかちょっと一旦置いておこう。でなんか出そう、どうせだから。マットヒーリー、マットヒーリーか、陸戦ガンダムじゃなくて EGA とか、これにしよう。しかもさ、ガンダム EGA とって言うんだ。でこれはあいつが装備してたやつをそのまま引き継ごう。どこだ、ビグラング、いた、メガバーニア。さらに2つだけか、ウェポンコンテナ。ジオングもな、ちょっと出れないけどな、まあいいか。でどうせまた宇宙に移っても嫌だけど、基本的には最初は地上だったはずで、なんか最後の方はやっぱりこいつらも空に上がるから、その時に宇宙専用のモビルスーツが活躍できるかな。というところで、じゃあ、ミッシングリンク第1話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。